はい、どうもこんにちは。先日パーキングのトイレで用を足してたら、隣のおじさんが最後の雫をブンブン丸してほっぺに当たりました。どうもゆうたです。はい、という感じで今回はまあちょっとサーキットオフ、シーズンオフということで、車のブレーキパッドを街乗り用に交換するのと、ちょっとまあシーズン終えて結構負担がかかってると思うんで、どっか異常ないかをちょっとまあ素人目で見えるところだけ見ていきたいと思います。はい、とりあえず今外してみたんですけど、なんかゴムのこれなんだろう、こういうなんかシールかな。レーシングモノってダストシールがないんですよね。なんでオーバーホールのサイクルが短いんですけど、これなんだろうね。まあとりあえず外してね、交換していきますか。今ちょっと整備性が悪かったんでローターを取ってみたんですけど、まあこういった形です。これは僕別で純正のバックプレートじゃなくてマルシェさんのやつを使ってますんで、ちょっと皆さんと違うとは思いますけど、あとこちらですよ、タイヤのカスピックアップが付着しておりますね。サーキットならでは。で、裏面見ていきましょう。まあ細かいクラックは結構あります。あとまあところどころにヒートスポットっぽい感じの模様は見受けられますね。まあでも多分これぐらいのクラックは皆さん入ってると思いますよね。こういう感じで、やっぱこのベルハウジングはね、タフラムコートの色が一番最高です。はい、で今外してみたパッドですけど、まあ、特に変なクラックもなく、まあ割と普通の減り方をしてるんじゃないかなと。でこう見るとね、やっぱまだ結構溝あるんですよ。あるように見えるんですよけど、ちょっとね、新品と比べてみると意外とね、やっぱ意外とちょっと減ってますね。新品はこの角を削ってあるんですけど、今回使っていたサーキットコンパウンドはもう角がなくなってるんで、まあサーキットつくばとミニサーキットと含めて今シーズン4回走りましたけど、まあこのぐらいは減るみたいですね。まあ来年はね、富士スピードウェイも考えてるんで、もうちょっと減りが早くなると考えるとちょっと恐ろしい気もしますが、まあでもね、そんなにパッドもね、意外とブレーキ高いけどパッドはそんな高くないんで、ちょっとね、まあぼちぼちやっていこうかなと。で、サーキットコンパウンドは今回 CC40 ですけど、街乗り用は MX72 プラスを今回は使っていきたいと思います。で、やっぱブレーキ外してみてのちょっと状態ですけど、
やっぱこういうなんかちょっと、なんだろうね、これピックアップじゃないよね。シールっぽいよね、なんか。こっから出てきてるかな。ダストシールなくてオイルシールだと思うんで、こういう感じでちょっとね、滲んできてもいるんで、ちょっとやっぱりもう、ワンシーズンごとにオーバーホールが必須かなと。で、ダストシールもないんで、ちょっと街乗りには向かないよっていうようなキャリパーなんじゃないかなと思います。はい。はい。でね、今軽くね、お掃除をして、これからパッドをつけていきます。で、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、ホースを傷めるんで、絶対にまあぶら下げたりとか、負荷のかかるような置き方は、やめた方がいいと思います。で、あと、シール関係もやっぱパーツクリーナーとか使うと多分、ゴムなんで傷んじゃうと思うんで、使わない方がいいかなと思うのと、あと、使用感についてですけど、やっぱり、なんか結構引きずるような感覚があるので、やっぱちょっとオーバーホールした方がいいのかな、わかんないけど、なんかバットがねちょっと引きずってるような感覚はあるんですよね。はい、まあそこはちょっと来シーズン前にちょっといろいろ相談しながらやっていきたいと思います。今ね72プラス入れ終わりました。で、取り付けも終わりました。で、パッパッドの厚みがやっぱり増えた分、ピストンを戻して開かないとこのローターに入らないんですけど、戻すのがめちゃくちゃ硬くて、今まで乗ってきたブレンボー4ポット、ブレンボー6ポットっていうのはもう手でね、こうやってやれば戻るぐらいだったんだけど、こいつね、この SST を使って開いてもなかなか戻んなかったんで、めちゃくちゃ硬かったですね。はい。まあ今回ブレーキフルートとか交換しないですけど、まあ来シーズン前にね、全部いろいろね、やろうかなと思ってますけど、あとね、3箇所残ってるんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい。で、リアの方今外してみましたけど、リアの方はまあ別に、ちょっとまあ、まあでも特にフロントほどっていう感じではなさそうですね。で、リアもまあ結構綺麗な減り方はしてるんじゃないでしょうかね。ローターの方もまあちょっと軽いヒートスポットとかはありますけど、ちょっとパッドの方は綺麗に減っていて、でそんなに減りの差もやっぱリアはそんなに減らないみたいですね。多少だね、こんな感じで多少減ってますけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。たまにはね、サビ落としでもね、ちょっとやっておきますか。あとはまあせっかくなんでね、点検。まあブレーキホース漏れてないかなとか、まあサスもまだなんかダンパー漏れたりとかもしてないけど、まあもう変える予定なんでこいつはおさらばですけど。ここは錆びちゃってますね。あとこれとかって多分やっぱり飛び石でいっぱい当たって錆びてるんだと思うんですよね。まあこの辺の取り付けの緩みとか、まあ各部異常はないっすね。排気漏れ、これ締め直したけど直んなかったんだよね。
ドライブシャフトのグリスもね、この前山子さんに変えてもらったんで漏れてなくてね、最高です。そういえば今いろいろ見てたんですけど、なんか結構ねサビがね意外と進行していて、結構錆びてるなっていう印象です。はい。でね、ブレーキの、ブレーキパッドの交換と、あと、まあ、ちょっと下回りをチラッとね、点検というか、まあ、チラ見して、交換と点検は終わったんですけど、ちょっとね、サーキット行った動画あると思いますけど、バイクで。それからもうバイクハマっちゃって、もうね、欲しくなっちゃったバイクが。これ、チラCBR の250WR ですよ。とりあえずね、ちょっとホンダと、他のバイク屋さん、見に行って、ちょっと見積もり取ってきちゃったんですけど、一つの方、ところは、74万6千円。ただこれが納期が9月みたいですね。コロナなんで。で、あともう一個の、こっちの、ホンダで撮った方が、100万いきます。25万違うってだいぶやばくない？すごいよね。まあ、やっぱりメーカーでちゃんと買うか、まあ安いバイク屋で買うかっていうところなんですけど、まあ、ちょっとね、どうしようかなっていう感じです。結構でかいんで、25万っていう差は。はい。多分いきなり、ユタ、元ブログ始めます、みたいな動画が上がるかもしれないですけど。まあまあまあ、ちょっと、お楽しみに。まだ買うかわかんないですよ。まだ買うかわかんないですよ。まだ見積もり取っただけですから。まだ買うとは言ってないですからね。わかんないですよ。はい。という感じでございます。はい。